高村さんは中学から一人暮らしだったんですか？迷惑なお子さんだったんでしょうね。バカ。守る兄さんを迷惑かけようなんて思ってなかった。暴力って言っても男なら誰でも喧嘩の一つくらいするでしょ。まあ昔は俺も荒れてたしな。やっぱり幕の内さんもそういう時期あったんですか。あの子の場合腕力がありすぎたというか、些細な喧嘩でも大事件になってしまって。あの人が素手で暴れりゃな。ゴリラを放し飼いにしてるようなもんだからな。それでもですね、うちを追い出されるほどのことって。不良同士の喧嘩ならまだ良かったんです。あのラグビー場での事件さえなければ。ラグビー場？思い出した。高村すぐるって、あの高村すぐるか。一時期スポーツ紙を賑わせたラグビー界の貴公子。有名なんですか？不正室のクォーターバックとまで言われたんだ。それアメフトだ。スタンドオフだ、スタンドオフ。大学卒業後、会社経営のためあっさりと引退。あの時は日本中が惜しんだものさ。スグル兄さんが高校の時です。大きな大会でチームは惨敗して。高村スグルがいて惨敗？スグル兄さんは当時から他の人とは基本性能が違ってたから、チームメイトと噛み合わなかったんです。レベルが高すぎたってわけね。高村さんにスパーリングパートナーがいないのと一緒だ。で、事件って？心ない観客からチームのスタンドオフにヤジが集中して、居合わせた守る兄さんが20人余りを。それが原因で守る兄さんはうちから感動されちゃって。